どうもお疲れ様です。お疲れ様です。ご無沙汰しております。ご無沙汰ですかね。はい。はい。動画はご無沙汰かもしれないです。そうですね。一人で頑張って撮ったんですけど。はい、見てますよ。見てますよ。ありがとうございます。世間先生。それサブちゃんね。あのシリーズ大好きです。それはあんまちょっと恥ずかしいんで言わなくていいんですけど。なんでですか。人類を超越した存在ですから。そうでしたね。っていう設定です。あ、なるほど。設定ってもう言っちゃって大丈夫なんですか。はい。今度無限先生になんかちょっとお説法してもらおうと思って。よろしくお願いします。わかりました。はい。今日の動画は、はい、この前、はい、Yahoo ニュースに載ってるのを見たんです。はいはいはい。あのまあそういう悪いものを見て、うんうん、3000万ぐらいになる。はいはい、そうです。なりました。それは全てというか、うん、半分はあの罰金とか追徴とか没収とかに持ってかれました。半分ぐらいは9年間で使いました。中に入る分を先に稼いだんですね。まあまあそうです。本当は大学に行くために稼いだんですけども、うん、大学に入るお金が1000万ぐらいかかるなと思って、うん、まあ、目標金額が続いていたんだけれども、やめ時としてその時11月ぐらいの時にもう達成できたんですけど、予約の電話があって、うん、この日に僕は買いたい、僕にそのジョヤの子も言ってほしいみたいな予約が入ったので僕でもね でも12月31日まで辞めれないなと思って、年明けぐらいにこの商売を辞めようかなって思っていたところ、12月の25日に入ったお家に来たんですか。いやいや、あの商売をしているホテル。ああ、言ってたなそれ、はい、パスの時って、はい、ホテルの例えば5階に泊まってたら、その宿泊してるところの周りを撮ったりするらしいです、はい、周り、あ、そうそうです、なんかその隣の部屋だったりとか、そう、あと向かいの部屋とかに張り込んでたり、周りを予約して、はいはいはい、テントが泊まり込んでらしいです、ね、そうですそうです、だからそのなんだっけな、調べの時の写真あるじゃないですか、うん、こういう証拠が上がってて、覗き穴みたいなとこを覗いている、覗き穴の向こうに防犯カメラがつけられた。あ、だから自分超えてるところが、そうそうです、そうです、そうです、撮られてたりとかしてました。僕の友達のその台でパクられた時に、はい、自分が泊まってる階の周りの部屋が全部定時だったんです。で、朝、はい、チェックアウトしたとしたら一斉に出てきた、うん、ああ、でもそういう感じです。朝ではなかったけれども、うん、私の場合はデリバリーに行こうと思って、出かけようと思ったらドアが開いて、青い車の方は入ってきて、すごいですよね、はい、一斉に来ますよね、一斉に来ましたね、もうなんかああって感じになって、僕も捕まった時そんな感じでした。数十人に囲まれて機動隊みたいなのとかも、マジですか。あ、でもそうか、それは危険な人物だったかと思うんですよ、一人に対してそんな、うん、多分そうだと思います。家に来たんです。会社に来ました。会社に迷惑、会社の人にめちゃめちゃ怒られましたね。それは怒られますよ。一緒、友達と一緒に会社を経営してたんですよ。共同経営のその、もう一人のめちゃくちゃ切れて面会来ましたね。なんだろう、お前。あー、切ない。今その友達とはどうだったの。あ、普通に仲いいです。あ、本当ですか、はい、お、よかったです。うん、まあ、それがあれですよ、はい、あのこの YouTube にも出るしぶりで、はい、加藤さりさんのコラボとか紹介してくれてるのがその人です。あ、そうなんですね。はい、そのコンサルとかもやってくれてるんで、っていう感じです。今でもね、時間がありますし、はい、まあ、ちょっと前置きが長くなったんですけども、はい、まあ、その Yahoo ニュースを見まして、はいはい、まあ、まあそういう感じだったんだなというところ で、はい、で出所して1年ぐらい経ったの。1年経ちました。おめでとうございます。ありがとうございます。 初です、この記録です、記録。私いつかもね、うちに外見てるんだけど、ちょっと待ってください。なんかそのやらしい言い方腹立つ。嘘やろうじゃないですか。いやもうなんか頑張ったなって自分でね、褒めてあげたいなと思います。誰も褒めてもらえるようなことじゃないんだけれども、うん、自分の中で当たり前だろうって思って。そうです、そうです、そうです。当たり前なんですけれども、当たり前ではなかったという人間なので、うん、まあ、これが続けていければ、ね、いいなと。そして、はい、映画に出ると。あ、そうなんですよ。今日、あの、あれじゃないですか、活動するやつとか、はい、活動とちょっと関連していることなので、うん、あの、じゃあぜひ出させてくださいっていうと声がかかって、
に、まあ、純さんを出しにして映画に出ようとした。違います違います違います。そういうなんかこういう映画撮るんだけれども、うん、あのなんかエキストラでもエリカで参加してもらえないかみたいな話だったんだけども、うん、最初のエキストラからあまあまあまあで、まあ、なんかでも、もう内容が内容だったので、あじゃあこれはぜひお願いしたいと思って、うん、行こうと言っていただいて出ることになったんです。役が立ち物役って言うんですよね。そうです、あのいただき女子という映画で、あリリちゃんの映画です。はい、大久保公演で立ち物役の女の子で出ることになりました。我々このジュンスさん率いる SGS の、はい、ウリタ夫婦 の, その今のボランティアの宣伝にもなりますか。そうですよね、はい、そうなるといいなと思って、なんかねちょっとでも力になればいいなと思って、うん、立ち込み役をしたんですけど、うん、6人ぐらいいて、深夜の3時とか4時とかで、うん、4時とかに集合して、まあ、5時ぐらいまでかかったんですけど、あの立ってる時とかにリハとかね、大丈夫やってたら、その間に2人ぐらい声かけられました。でそのまま行ったんですか。いやいや、行きませんよ。一望でっつって。いやいや、2って言われました、2って。あ、2でどう、2番でどう、うん、カメラ立てて、実は撮影なんですよね。でも意外と、おじさんではなかったです。いつぐらいなんですか。30代ぐらいじゃないですか。10代ぐらいの男子2人ぐらいの声かけてもらったんですけど、もらったかもしれない。こういう感じなんだなって。あ、建物の気持ちが分かった。はい、分かります。まあでもそういうの大事ですね。大事ですよね。こういうのもなんか経験できるかなと思って、ぜひ参加乗ってもらおうと思って。で、映画はいつやるんですか。映画は、クラウドファンディングが集まったら、うん、あの募集制度。よろしくお願いします。このページみたいなのあるんですか。ページみたいなのあると思います。ハットル無理はないんで貼らないですよ。ちょっと待ってください。ハットルお願いします。最近どうですか、 YouTube は楽しいですか。 YouTube 楽しいですよ。編集なんとか頑張って、うん、師匠の AI に1回は当てようかなって考えて、うん、上げるとおすすめになるよみたいなことになるんです。あ、そうなんです。Google検索すると、はい、私のチャンネルが、はい、相沢萌さんの名前で検索すると、私のチャンネルがおすすめにあったのに、はいはいはい、もう今萌さんにし、あの占領されてますからね。本当ですか。萌さんがどんどんぐいぐい上に来て、すいません、すいません。僕のチャンネルがどんどん下に追いやられてる。毎日毎日なんとか上げるようにしてる。なんかでもたくさん聞きたいことあるんですよ。まだまだ聞けてないこととか、うん、全然あって。ただただ相沢の編集が遅いので、今上げてる動画ももう4ヶ月前とか。あ、そうなんですか。そうなんです。あの一緒に初めてコラボさせてもらって出てもらった動画とかも結構2ヶ月遅れになりました。うん、確かにお世話になってましたね。今週1ヶ月に1回ページの本編出してるのでもう4ヶ月5ヶ月遅れになりました。いや、編集凝りすぎなんですよ。いや、だってなんか凝っちゃうんですよね。いや、僕はほどほどにしてますよ。そうなんです。最近が今ちょっとほどほどになったんですけど、うん、ほどほどにしないと、はい、この作業量に対しての報酬があまりにも少ないんで、やってられないんです。そうなんですけどね。そうなんですけど、なんかここになんかあれこれ出たいなとかって思っちゃってやっちゃうんですよね。せいぜいペロッとしてるぐらいがいいですよ。なんかこう音とかバフとかフォーとかつけないと。YouTuber に憧れすぎですね。